コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサク説で気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才外野手作成、右投げ両打ちの外野手、フォームはアフロ光、好きな球団はデイダ君から広角打法狙いでソフトバンクでいきたいと思います。ということで今日は天才外野素晴らしい選手作っていきましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星167、いい感じですね。なかなかいい感じに高い、守備補給が低いと。ということだけども、ちょっと赤が多いね。そして今日ですね、あの24時間放送、まあ、正確にはうわー28時間放送だったんだけれども、その翌日に収録しているので声がガラガラです。なので聞き苦しいかもしれませんがご了承ください。なかなか喉は簡単には治りません。さあ、セジニー、赤をさっきから踏まされるんですが、どうしましょう。これシャッフルかな。宝箱が、うん、まあまあまあ、オッケーオッケー。そしたらこうよね、ノリノリ、ノリノリの間にここ潰しておきたいけど多分無理だな。守備アップ、選手来るかな。あ、ナイスナイスナイス、選手が来る。来ないか。ミートアップ、最後はね回復いきたい。ナイス野球超人伝、素晴らしいですね。998768といい引きをした。弾道が入ってないだけで素晴らしい、いい数字ですね。高い。そして9、あー、選手が来る来る、来ない、やめて、めっちゃ逃げたやん。ミートは3球ですね。これで終わりましょうか。捨てに終了。なかなか能力ね、野球超人伝引けた割には能力あまり伸びてないですね。オッケー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 、内容は把握した。そうなるとここ行く、輝く、おーしよしよし。ちょっと赤もね出てきちゃったけどね、これで外周ぐるりとコースなんだよ。赤を消す、うわお、初の現象かな。はい、紹介サンキュー。そしてここでガンダーにあって、もらうものはもらっておく。神竜か、まあ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 。今日回復量いいね。おにぎりがご機嫌だ。それが出るか、なるほど。そうなったらまあどっちでもいいんだけども、上からぐるりと行こうかな。赤マス結局ねこれ踏まないでもいけるんですけどね、これでもいいと思います。なるほど、ここか、ここがアリーだったか。そのルート行こうかな。はい、現象、おっと、地味に痛かったりするよ。ここまでかな。パワー、うわおー、つえーつえーよー、死ぬなよ。サンキュー、そんな簡単にはやられないぜ。いや、ステさんでこれはなかなか強いでしょう。弾道がねまだ1回もね見てないんですが来るでしょう。来ましたね。ただ嫌なところにはあるので、どうしよっかな。ここでシャッフルするか、しないで赤2つ確保で宝箱と弾道行くか。鬼だ鬼だ鬼だ、なあ、逃げる、捨てろっか、大丈夫。おーっと、ちょっとやだよ、ちょっとやだよ、落とす、オッケー、犠牲、まだヒーリングはある。さあ、気をなくミート、これ強いな。宝箱と弾道頼む、よし、これは勝ったね。で、鬼地がいる、威圧感入ってるから気を抜くプラ7もらって、お、補給か、弾道プラ11か、まあ、仕方がない。シャッフルはダメ、落とす、うーん、輝いてシャッフルダメというね僕の声だったんですが、守備、おーおーおーおお、カレンさんこっち来てたらね今よかったんだけど、
いいか。あー、みそみそみそ、水木さん、うん、よし、1はもう確実にね。これはもう真横から行きましょうか。1段下の列の右側なので、初手下に降りれば、まあ水木おそらくね下には行くと思うんだけど、これでもう逃がさない。サンキューです。いいね。461拾う。あー、今プロ入り拾ったら神だったな。そうすれば捨て子勝ち確だもんね。落とさなければという感じですが、お、いいんじゃない。あー、博士いるか、博士いるか。博士がいるなら男は黙って行かなきゃいけないんだけど、意外とこいつが、あ、いや素晴らしいじゃん。男は黙って行かなきゃいけない。どこよ。あーと、まあ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 、まあ、回復。え、これうまみあるか。弾道が1差があるがやばいんだけど。さあどうだ、失敗しても動画化するぞ。やっしゃえー、これは成功したら神でした。でも失敗した、動画化ですね。今いくつだったっけかな、 CB ぐらいだったかな。うわー、博士成功してたらやばかったって。あー、会えるんだよな、間合い的に会えるんだよな。上来るかな。よっしゃ。いやでもな、弾道なんだよね、弾道なんだよね。弾道さんがおらず、弾道が欲しいんだが弾道がないと。どうしたもんか。 S ランク超人伝引くのは神よな。回復。あー、そしたらこれも言っとけばよかったのか。まあ最後ここでシャッフルなんかな。なかなかね。いや、博士がミートが強っ、強っ。はてな、行きたいね。赤、うわうわそうなるとやばいやばい、下がる下がる、下がりたくない。総力下がっちゃったな。オッケー、ミートいって、はい。お、宝箱は強い、ただ総力が出たら負け。はい、総力が出たら負け、うん、笑っちゃうね。あー、ワンランク下がった。はい。うわー、これ肩わざわざ行く価値ないよな。パワーが下がったら痛いもんな。いやー、ということで終わりますか。博士失敗。そして最後は赤地獄と。ね。能力としては悪くないんですが、博士失敗で能力、だだ下げです。それでも素晴らしい選手、できました。それでは各種設定、行ってきましょう。はい、名前設定しました。名前、星486からシャロンという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力、打撃重視のいい能力。博士成功していれば、タラレバをサクサク説で言ってはいけないんですが、悔しいですね。特殊能力が威圧感だけと悔しいところなんですが、それでも素晴らしい能力だと思います。今回、弾道が2なので、オーペナは成長ありで活躍してもらいましょう。はい、1年間オートペナント回しました。結果はこちら。打率3割1分8厘ミート A だったんですが、まあまあでしょうか。もう少し打ってもよかったね。ということで見ていくと、185安打、こちらはチームトップ。そしてホームランは34本、これもチームトップです。でもホームラン王は珍しく中田翔さんが取りました、47本。そして打点はチーム3位の110打点、ということでなかなか打ってはくれたんですが、もう少し打ってほしかったかなという希望がありました。三振は92と。そしてあとは残りはこんな感じ。足速いんだけれども、やはり緑特の積極盗塁がないので9個と物足りない。ということで今回のシャロンくん、頑張ってはくれたんですが、
取れたタイトル新人王のみでした。チームもレギュラーシーズン3位といつものソフトバンクではありませんでした。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。